こちらのブースでは、モツサイト AI ピッキングによる工業部品のキット配膳デモを行います。自動車、家電などの組み立て加工品は、組み立て作業効率化のため、あらかじめ多品種の部品をキットに配膳します。これは多くの工場で実施されていますが、キット配膳の自動化に成功した事例は少ないです。その理由は大きく3つあります。1つ目は多品種への対応が難しい点です。組み立て加工の現場では100種を超えるような非常に多品種の部品を扱います。配膳のためのティーチング、キットの認識モデル構築などセッティングに工数がかかります。また、品種ごとに認識用のカメラを用意すれば、コストの増大、システムの複雑化を招きます。2つ目は配膳の自動化が難しい部品が多い点です。決められた位置、姿勢で配膳するためには、部品の姿勢を計測する必要があります。しかし、鋼反射金属部品や黒色部品、ハーネスなどの細物柔軟物は、形状の計測誤差が発生しやすく、配膳の自動化が難しいです。3つ目は、配膳の出来栄えを保証できない点です。配膳できていない部品があると、次の工程での不具合を招く恐れがあります。モツサイト AI ピッキングでは、これらの課題を解決し、キット配膳の自動化を実現します。ロボットをご覧ください。はじめに配膳キットを登録します。あらかじめキット上のどこに部品を配置するかを登録し、実際にキットをスキャンするだけで認識モデルを構築することができます。この認識モデルにより、配膳キットの姿勢推定を可能にし、ばらつくキットの置き位置に対応します。そして、この配膳キットに部品を実際に配置し、これらをスキャンするだけで、部品の配膳姿勢が登録できます。従来は一つずつ部品の置き動作をティーチングしていましたが、配膳に必要な登録作業に時間がかからないため、多品種な部品を取り扱う現場に対応することができます。ここで登録された配膳姿勢にワークを配膳します。配膳姿勢を登録したキットと同じように6品種の部品を配膳していきます。まず配膳キットの姿勢を推定します。その後、登録情報に基づき、必要な部品を各パレットからピッキングし、決められた位置に配膳します。部品をピッキングした後のロボットの動きをご覧ください。通常は一つの部品をピッキングした後、一度キットに配膳し、次の部品を撮影しに行きますが、部品のピッキング後にそのまま次の部品を撮影することで、配膳にかかる時間を短縮しています。また、複数のパレットに対し、一つのカメラで対応することで、コストカット、システムの単純化を実現します。AI の進化により、細物柔軟物の部位情報を計測することができ、キット上の部位位置を表示することで、決められたスペースへの細物柔軟物の配膳を可能にします。モツサイト AI ピッキングは現在弊社内の組み立てラインへ導入を進めている最中で、今回配膳している部品はすべてロボットの組み立て部品となっています。そのため、形状の計測が難しい鋼反射金属部品や黒色部品、複雑な形状の部品が多くありますが、手先についている高精度 3D ビジョンと AI の適用により容易にピッキングすることが可能です。作業後にはキット上の部品を認識させ、配膳の出来栄えを評価可能です。配膳されていない部品があった場合、どの部品で失敗したのかを判断し、再度ピッキングしに行きます。このように AI の適用により、部品のピッキングを容易に行うだけではなく、配膳に必要な奥作業の簡易化と出来栄えの確認は、キット配膳作業の自動化に最適です。このモツサイト AI ピッキングは来年夏リリース予定です。リリース後、多くの生産現場で貢献できるよう開発を進めていきます。